なるほどね。続きです。はい、みんな大好きな大友鳥山革命の話です。ご存知の通り、この人たちが、この人たち。まあ、もちろん、大友さんは70年代のバンドでし、ね。デシネ、フランスの、まあ、アニメ、あのフランスの漫画に影響を受けてきて、うんうん、で、アクションとか、ああいう大人のものから来て、で、えー、まあ、その大スターになるわけなんだけどさ。うん、あの、これで、それが、なんてうの、ヤグマガジン来て。 習慣でやったからまあとにかくもどぎも抜かれたわけなんだけど、うん、この頃の人たちって、うん、で大友の革命はまあ他の人に任せるとして <laughs> ざっくりと言いますけど、うん、この人は 3D なんですよひ言で言うと、はい、でこんな 3D <laughs> 知らねえっていうくらいのレベルの 3D だったはい、はい、だから写真をそのまま起こすしたような 3D でで最初にみんながびっくりしたのがこいつと同時期にあのあちょい前に現れたこの方この人は、えー、プラモデルを作ってる人でよねえ アキラとドクターさんと。ドクター・スランプはおね七十年代でしょう。両方とも七十年代スタートしてるから。ええー、<で>そうだった。で、こっちらが先にブレイクしてる。へえ<ー>。世代的にはそんなに遠くないんじゃないかな。で、で、まあちょっとまあ調べてください。は<ー>、まあ、あの正確ではないと。ザクレツした番組でそうそうそう。だだたい同時期ぐらいにあの先に出てでまあまあアキラがね結構時間かかったの。 それまであのオートっっっててすごいやつがいいががるよっていう時期が長かったニューウェーブって言われててでカルト的なスターだったんで習慣は無理だろうって言われてたんだけど、まあ、全然 OK だったっていうことがまあ、これで証明されちゃったんだけど、うん、まあ一番わかりやすく言うと口の書き方です。はいで まあ、恐ろしかったのはこのその、まあ、そのコミックすごくカリカチャされたデフォルメされてるのになんでこんなに立体なのというめちゃくちゃうまいっすねめちゃくちゃうまいなんでこんなむちゃくちゃうまいのが「ドラゴンボール」の絵描くんだよっていう何か捨てたん あ,きあのアキラさんはアキラさんは明らかになっちゃったんじゃね <laughs> <laughs> 何か悟っちゃったんじゃ,いっゃっかねって分かったんだと思うんでね<ー>だ,かだから違うところにスライドしたっていうのは本当のところだとは思うけどただ恐ろしいぐらい絵がうまいのはなぜかっていうともともと模型を作る人だからモデラーだからデザイナーでー、うん、プラモデラーモデラーなんでそうち,ょちょうど今日俺ウラマックさんっていうモデラーの人が作ってくれた。 あのすげえ持ってますけどこれあの漫画家で造形師の浦真っ赤さんっていう方が作ってくれたんだけどねえすごいすごいっしょこれ鳥山さんもだから自分で何かそういうの作る人なんだよなるほどなるほどでまあびっくりしたのが「ちょっと待てよ」とこの人の絵口ん中に歯がこういうふうに書いてあるああ要はそう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  要するに要するに普通だったら最初の口はこうだったの歯見えてないなるほどなるほど次はなんとなく歯があるわけははいいで舌があるわけでこんなも現れるわけで感激とか言っちゃうわけでで絶滅したやつで言うとこれくちばし口っていうのがこれは絶滅これも絶滅したこれ絶滅してます絶滅これはちょっとネタとして登場しますはいあとこの口も絶滅してますねこれねこれもあったあったこれいわきです そうですだからこの辺の70年代の流行ってた口はみんな滅んでたんだけどなんで滅んだかっていうとこいつが現れちゃったからなんだよえこれを駆逐したのがこれ一気に全部古くなっちゃったんだよこれが現れちゃったから,らはい。そういうことねでこれから漫画家はみんな骨格標本をこだわることになるわけだよだから江川さんみたいに仕事場に外国を置くわけでこれ歯型も流行ったんだよ 歯型を持ってこうやって歯型を見ながら巻く。えレイさんもやったんすか俺はやらない。<laughs> <laughs> <laughs> 俺はどっちかっていうとこっちが好きだった、うん。ああなるほど。そう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 。でこれはアキラの花ですね。でアキラの花は花の穴ちゃんと描きます。はい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 。で、ん子っぱなをかっこよく描きました。で、うん、上に斜線を入れるっていうことで花のこの立体感みたいなのも出すっていうことに成功してるんですけどうん、うん、奥野さん大好きな。 海の地下先生はこれこれこれ縦,縦線系譜でうん、うん、これだから大友先生がやった絵,絵のこの革命はなんつうのかなまあ手塚先生クラスのビッグバンとしてその後バーンとーでだから今回平成っていうとこの方現れちゃった後なんで。うん、なるほどね 大体その革命的な。そこまで、クロニクルとして大、大事変は、ほとんどが終わってて、この人の真打ち登場によって、その、2D と 3D がガーンとクロスしたところから、平成が始まる。おー、そしてドラゴンボーラ Z になったと。ドラゴンボーラ Z になったらよくわからないんですけど <laughs>。